そのままお待ちください。朝が来ました。初日の襲撃はありません。2番さんが発言します。わあ、1番目ですね。よろしくお願いします。はい、まあ適当にやっていけばいいんじゃないかなと思います。そんなに熱入れず、まあ、適当にやりましょう。ゲームなんで。はい、CO はありません。なぜないかというと CO がないからです。一角の人が進行を決めればいいと思います。終わり。3番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。適当にやって勝てるんであればいいですけど、まあ、適当にやっちゃうと勝てないんじゃないのかなって思います。2番さんが一角の方に任せるって言ったんですけども、何で一角になることが分かってるのかなって思って聞いてました。盤面っていろいろあると思うんで、なんか2番さんが一角の人に任せるっていうのはなんか変だなって思いました。まあ、かといってそれが人外要素かどうかは分かりませんが、まあ、言葉のゲームなのでそこがおかしいと思ったっていう発言です。占い師さんは1周目から口頭で占い師としての発言を残してほしいなって思ってます。よろしくお願いします。4番さんが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。まあ2番は2周目だけど、2番が村やったら適当はやめてくれ。確かにゲームではあるが適当はやめてくれ。はい、ただし2番は2周目。まあ3番も2周目と思うけど、なんか一応3番にちょっと気になることがあるとしたら、例えば2番ってさ、一角役に対してまあ進行を委ねたいって言ってる人物なんでしょ。これ基本的に人外3匹しかいないから、で、3役でしょ。なんかは一角するよ、大体。わかる ?222 陣形になることってほぼないから。3番が、例えば2番がね、占いかもしくは霊能が一角したら、その人に進行をいただきたいに疑問を持ってる。なぜ占いが一角することがわかるんですかとか、こういう疑問ならわかるけど、2番で別に何かに特定して役が一角するっていうのを限定した人物ではないから、だから別に3番が2番に対して、まあその引っかかりを覚えるのは、まあ3番の主観かもしれんけど、ちょびっと疑問には思った。5番さんが発言します。はい。まあでも僕は割と4番と違って3番の言いたいことというかは分かったけどね。2番へのツッコミで。盤面次第じゃん。それは。盤面が固まってから分かることでしょ。盤面次第では一角役職が出ない盤面だって存在するわけだから、そこに任せれない時もあるわけじゃん。だから、まあ、なんか変なこと言ってるなーって思ったし、2番が村やったら嫌だなーって思って聞いてた、単純に。だから3番が割と俺、印象は良かったですね。そこにしてきてる4番は若干、んとは思いました。はい。って感じ。まあ、2番がね、まあ別にどっちでもいいんですけど、一応まあ自分以外の8人がいるゲームなので、その方々に迷惑がかからない具合には真剣にはやってほしいと思っています。ぐらい、だから2番が村で適当にやったらいいんじゃないゲームだしって言ってるのは、あんまり俺は村人やったら嫌だなっていう感想をいただきました。6番さんが発言します。あ、村人陣営です。これ占い師2人出てきて、霊能師2人出てきて、騎士潜伏とか、ちょこちょこある盤面なんで、ほぼほぼ一角になるっていうよりも、4番さんそういう場面あんまなかったのかなって、うん、だから、3番5番が言うのは結構納得で、2番さん
が、2週間の発言にもよるけど、まあ、迷ったら番行くかな。役なしっていうのもつけてるんで。そんな感じですかね。で、基本的に、LINE 見るっていうよりは単体精査する派です。以上。7番さんが発言します。はい、占いで一番白です。占いで一番白です。白、ちょっとごめんね、なんか用意してなかった。申し訳ない。はい。うん、まあなんか、まあじゃあ少しずつ触れていくと、なんかまあ2番ちょっとコミュ障っぽいなって、村でも狼のちょっと思ったこと。でなんか3番がなんか適当にやってるなら勝てるんだったらいいけどって言ってるけど、なんかなぜ一角の方に任せと言ってんだ。これってさ、2番から何かしらの役を持ってるからこそ、まあ2番がね、何かしらの矢を持ってるから一角するんじゃないかの人外要素を拾ってるはずなのに、なんかそれが人外要素ではないが、っていうふうに切り返した点が、ちょっとなんか若干変かなって思った3番が。例えば、なんか2番が強靭のカード持ってて、CO しなかった場合って、あ、霊能は一角するのを知っているの思考に落ちるわけじゃんね、3番目線って2番のそこに引っかかったのであれば。なのにそれは人外要素ではないが、に落ち着く3番が最もちょっと、まあ、意味なく2番を叩いたかなっていうふうに見えてしまったかなそうです。あなたの発言です。はい、2番の人は役に任せて、いや2番釣りっていう役いたら、はい分かりましたって言うのかなと思って、だから適当じゃなくて役任せじゃなくて自分の意思持たなきゃいけない話で、7番って3番って2番役だって言ったんですか。まあ、霊と占いじゃないんでしょ、おそらく2番はっては思うけど、普通は。3番って2番逆だと言って発言でもあったの ?7 番の解釈なのかな、これは。だ、逆って2番逆だっていう発言はなさそうな発言だけど、占い霊のじゃなさそうな発言だけど。だから、3番でそれを言ったんだったら7の言ってることは一理あるけど、まあ予想で言ってんのかね、3番が言ってないとしたら、俺には役になさそうに見えるけど、占いと霊能はなさそうに見えるけど。はい。意外と3、5、6でなんか派閥になってんだなっていう感じは驚いてます。はい。9番さんが発言します。まあ、ちなみに6番に言っとくけど、2番は役職 CEO がありませんっていうのを2回今日誇張してるだけだから。別に、要は役職のカミングアウトがないって言ってるだけだから、例えば2番が役持ってって2周目に出るって普通に考えられるけどね。だから、ちょっと、なんか、言ってることはよくわかんねえなと思いました。で、まあ、まあ7番がなんか3番のこと殴ってるけど、そもそも3番って、まあ話、とりあえずでも伸ばそうと思って、つって、とりあえずで噛んでは言ってるしね、自分では。なんかこれが例えばね、なんか偽善部って言ってるんだったら、あ、なんか、プロ要素もないのに、それ、なんか、とにかく釣りをした一人が意味はあるけど、3番自体は、うんのんゲームだから、とりあえず伸ばしたいと思って、とりあえず言いましたって言ってるから、別にここまで3番は、疑うちではないと思う。1番さんが発言します。まあ、この中で、バーッと見回した中で、一番印象的なのは2番だよ。初週1番って。シンプルイズベスト。他のやつらははっきり言って味付けしすぎだよ。1週目なのに。余計な味付けするなよ。特に6番。まあ、ラーメン頼んだら、まずスープからけよ。そっから七味とかかけろよ。いきなりかけてんじゃん。一周目だよ。一番手だよ。余計なことするなって話で俺から言わしたら。それをはっきり言って二番さんでシンプルに捉えてるんだよ。まず俯瞰してみてんだよ。一番ちゃんと周り見れてんのって一番なん、二番なんだよ。今のところちょっと余計な味付けしすぎて6番。今後も味付けするな。思想だから俺は初週だったら6番をするよ。考察がわからない、君の考察。2番さんが発言します。もしもし。はい。
あ、5番さん、霊媒師ありがとうございます。1番さん、霊媒師ありがとうございます。さあ、レロレやんね、これはね。うん、レロラしかありえんね。騎士で出てんじゃん。まあ、5番はいいとして、まあ、3番さんが言ってくれた、村でも、あ、てか、5番さんも言ってたか。6番さんって、別に、僕の村要素を全く拾わずに、僕に行くっていう発言してるんですよね。で、5番さんと、まあ、3番さんは、村でもやめてくださいって。若干拾ってくれてんだよね、俺の村やぞ。2周目どうなるのかなって伺ってるんだよね。でも6番はそれがなかったんだよね。うん、そこが気になるかな。まあ、意見変わったんだったら、ぜひ意見を出してもらいたいなと思います。まあ、このまんまになったらエロかなと思いますよ。はい。あ、騎士出してんだったらグレイ行ってもいいな。グレイ君だったら6番よ。6番。6番行って、まあ、霊媒の結果見よっかなって感じですね。はい。3番さんが発言します。まあ2番さんが最初の進行論と全然違うくて、一角に任せるって言ってたくせに、4番さん一角してんのに何の話も聞かずに6番行くっていうのはおさんくさいかなと思いました。で、7番が1番にしろっていう状況で、1番が霊能って言ってたから、なんか6番に1番が叩いてたもんだから、それに便乗したのかなっていうふうに僕は捉えられました。7番さんに言っときますと、まあ、2番さんの発言で僕はプレアスキルを考えて、あ、こういう人もいるんだなっていう発言ですね。はい。ああ、どうなんですかね。うん、平和なんで、僕は2番行こうかなと思ってます。うん、なんか8番さんは話を全然聞いてなくて、よくわからんまだなと思ってますし、キューバに至っては僕とりあえずなんか広げるために言った発言はしてません。はい。2番に至っては言論ではおかしいことを言いましたが、人外要素にはならないのじゃないのかなっていうのは、2番さんがアドリアスキルが全然ない方なのかなっていう印象だったので、そういう発言を残させてもらいました。まあでも2周目はめちゃめちゃ臭いなと。1周目のあのなんかたどたどしい、なんか全然ゲームして死なれてないなみたいな感じの初心者アピールみたいな喋り方していたのに、しっかり6番を押しに行こうとしているところが2番さんの人外要素なんじゃないのかなと思ってます。ちなみになんか1番さんが例え話でラーメンの話をして、変な味付けするなとか言ってたんですが、なんかそれで七味とか言ってたんで、ちょっと怖いなと思ってます。胡椒なのに七味とかうどんなのかなと思ってるんで、芸能審議は1番さんが偽臭いと思ってます。4番さんが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。まあ進行7番が取りな、取ったらいいと思ってるよ。なんか微妙なとこやな。3番は1番が偽やった時のグレー2ローテージはしなきゃな。君の目線で6、8、9、2番に2ローいることになるんやろ。じゃあ君の思考上で1番が行人、5番が心霊のやった時って2番が臭い。じゃあ6番は釣りをしてるから真っ白くなって8系の精査をしなきゃねえと思うから。3番が2周目あまり白いと思ってない。はい、この位置なんで6番と8番の精査は難しいところです。なんか6番から指摘されたけど、まあ22人間だったら当然霊能するわな、普通に考えたら。ただ多分2番が言いたかったことって、2、1陣形とか、1、2陣形とか、今回みたいな1、2陣形とかのことを言いたかったんじゃない？はい。まあ、9番に言っとくと、7番で多分、3番は2番に疑念心を覚えていたが、その疑念心を持っていたにもかかわらず、2周目って言ったところに言って、思考を引き戻したところに疑念を持ってたんでしょって思うから。はい。まあ、進行7番が決めてください。1番が心霊、まあ、5番も5番ですが、1番に関しては、まあ、心霊のやったら、まあ、ラーメンの味付けなしはしない方がいいな、と俺は思う。現状ぐらいで死んでるのは3番。例えば、霊能が本当に心境すときは、まあ、2番、3番にいていると、2、6にも見づらいから、2番がつながるとしたら8か9。ただし、9番とつながっているときは、3番で2番に対して疑念詞を覚えているから、9番が、あ、9、2ローロのときに、9番を3番に対してフォローを入れていることから、まあ、どっちかっていうとね、発見的にフォローに感じたんだが、
3番が2番に技能者を持っている状況において、9番が3番をフォローする必要はないかなと思って、急にモースかなってちょっと思ってるから、2番がなんか単独陣営っぽく見えてる、28ローロー以外では。まあ、発言の白さはゼロです、ちなみに。はい、ただ、それよりも黒いと思ってるのが現状3番かなって思う。まあ、占い師は7番に任せます。はい、あと、進行も任せますわ。グレーでするなら3番。霊能から行くなら、まあ、1番と5番の発言聞いて。はい、以上。5番さんが発言します。はい、まあ、1番強靭なりグレー詰め、7番には言っておきます。 100% グレー詰めです。まあ、4番とは意見が違うんだけど、多分3番は白なのかなって思ってるのが、少なくとも8番と9番って7番が3番に対して持った疑念視を払拭させようとした人物なのね。まあ、8番に関してはちょっと違ってはいたかもしれないけど、3番ってそんなこと言ってたっけみたいな感じだったから、まあ、少なくとも疑念を持っている人物なのよ、7番に対して。まあ、9番もそうだけどね。そこに対して3番って8、9に対して8番は話聞いてない。9番、俺はそんなこと言ってないよ。で、3番が仮に狼だったら言わないと思う。まあ、仮に3、8、3、9どっちかに3番かみたいな方がいたとしても、どっちかはそういう視点を持っているわけだから。別にそのまま置いときゃない。よくない。否定してる必要なくないと思ったから3番狼で。だから3番はいいとして。僕はあんまりオカミっぽくないなって思って、2番の6番に向ける視点は、僕は2番村下になったら待ってどうかなって思ったのよ。まあ、少なくとも6番で2番が適当にやればって言った発言だけで、釣りを何もなかったら釣るって言ってるわけでしょ。2番の2周目の精査も行わずに、まあ、短絡的2番が仮に村下場合、6番って短絡的違う同じ人物に見えるから、2番が6番釣りたいっていうのは割と村下だなって僕は聞いてたね。4番と4番と全く変わらんのよな。だから僕は6、8、9のどっかにいるんじゃないかなと思って見てたんですけど、はい。まあ、色がね、6、8から、まあ、わかんないけど、それはちょっとまだわかんないけど、申し訳ないけどね。まあ、でもこんな、その6、8、9で唯一ギリって言ったらいいだけど、8番が2番に対して、それ確定約束が2番するって言ったら、お前それに従うのはめちゃめちゃ圧倒だと思いました。ただ、人海でも言えるけど、あれやけど、それに。の指摘としてはめちゃめちゃ真っ当だなって、確か他者にと思いました。僕納得しちゃいました。まあ、7番に任せます。グレー釣りしてるでしょ。1番巨人。6番さんが発言します。はい、1番強人っていうのは、結構納得かな。で、5番に言いたいんやけど、俺が2番さん行く理由っていうのが、一番最初に CO がない、CO がないっていうのを、俺はもう、CO イコール役職がないっていうのを一生懸命言ってるっていうように感じるから、ね、で、盤面固まった時にね、騎士が潜伏してる時2番さん行くのが一番安全やから、普通に2番さん行きますって言っただけで、ちょっと5番さんは取り違いしてるかな。で、9番さんもそうなんやけど、ね、俺的には CO がないっていうか、もう役職ない、役職ないって言ってるように、俺は取った。うん。で、まあ、最終的に言うのはさ、俺2番釣りなんやけど、ね、結局ね、2番さん、あの1周目の時にさ、役職出たらそこに従いますとか言ったやん。今、4番と7番が決まってるんやけど、それは全無視して、俺の方なんか言ってきてるんやけど、そこを拾う3番さんはいいなと思ったかな。で、3番さんのちょっと、おかしいなと思ったのが、1番強靭と思ったら、2とつながるところはどこかなっていうのは、そこまで落としてほしかったから、まあ、プラマイゼロって考えたときに、2番の相方8、9、まあ、うん、8、9の発言で、2番の相方も探そうと思ってるけど、今回、今のところ結構2番さんによってます。はい、霊能は5番が真かなと思っている。1番のラーメンのうんたらかんたらって、どうかなと思うわ。7番さんが発言します。まあ、なんかちょっとね、これもう発言で分かんないは悪いけど、ちょっとなんか、8、9がまあそもそも話聞けてないから、この人たちが。ちょっときつい。そもそもだってさ、7番から3番に対して殴ってるけど、とりあえず伸ばさの人だからって言ってるけどさ、9番も。なんか3番って、そもそもそれで適当をまずな伸ばしてみようの精神じゃないからね、この人。
人外要素ではないが言葉のゲームだからそこがおかしいと思ったって、おかしいことを見つけてんのにね、人外要素ではないって提唱してんだよ3番で。ああでもどうなんだろう、占い知覚状況から考えてさ、俺も一教授に見てるから、もうこれ1がさ心霊媒でやってると思いたくないもんねこれ。なんかでも正直5番の分かる分かるっていうのもなんかちょっと違和感はあったっていうのは思うけど、どうしよう、なんか8、9釣り切り3占いが一番悪い進行かなと思ったけど違うね、これ多分3、6釣り切りで、まあ9番村っぽいのかな、これなんか一角する想定はないし殴るんかなこいつ。の裏もうね、なんかそういうなんか行動とか感情とかの向き方でしかね、正直悪いんだけど村拾えないわ、なんか言論で拾えない、ちょっと236もちょっとやばいし89もやばい。まあサブロクでいこうか、サブロク釣り切りの、まあ2番狼だった時はケアしますか、はい、2番狼だった時はケアするんで36釣り切りの2占いします。はい、以上です。あなたの発言です。はい、いいんじゃないですか。36釣り切りの間、ただ一つだけ気になるのは236が一番を強靭置きしてる、ラーメンの話をしたからにすり替えてる、実は5番が人狼を分かってる、強靭人狼が混じってるかもしれない。525356、または236が5番ロー見えて、うん、一番だったら強靭置きできるわっていう人が混じってる可能性はゼロじゃない。うん、やたら、まあ普通に聞いたら、そのラーメンの話で1のシーンは下がってるけど、ちょっと心配なところはありますけど、はい。だから1と5はちゃんと発言聞いて、色結果聞いて判断しないと、なんか周りの状況はグレーから行こうとしてるなとは思ってるんで、怖いなとは思ってますよ。1のシーンもあるんじゃない可能性もあるんでね。はい。36でいいです。まあなんか、3も6も、6も2路構成言ってたっけ ?3 もそうなんだけど、2路構成言ってた。あ、おいおい。うん。はい。で、はい。9か2占いをしてもらえれば、9番に一つ思ったのは、盤面的にならんてかなりのシーンじゃないかって、9の、9にとって。潜伏でも追ってたの。うん。3番の言ってることは、俺はなんか役の話はしてなかったけど、7が3は役をなんか言ってるから、本当かいのことを思って、クエスチョンがついただけの感じなんだけど、9番明確に7ぶったらぎすぎじゃない?普通に考えたら7神に見えないっていうのが9の疑問点。うん。9番さんが発言します。まあなんか勘違いしてる人いるけど、まあ、殴ってないからね。いや、こうじゃなかったっけ ?7 番さんっつってるだけの話だから。7番しか占いが出てないのに、売り目線で殴る必要はないよ。で、多分6番視点で2番は釣れないから、多分2番視点は6番は投票理由やってるなと思うよね。だから、3釣って、まあ、7番がどう思うか知らないけど、1番が強靭って決めてるんだったら、まあ、7番目線で一番弱い位置占えばいいんじゃない?ケアで2釣っても、それこそ例えば、ね、なんか8番とかになんかガンガン俺殴られてるけど、じゃあ7番目視点9占いとけば、まあ白結果出るからね。逆に7番視点で9黒出ましたっつったらそれで詰みで終わりだからとは思うから、だから一番弱い、ただ一番を強靭で見てる、確定で見てるんだったらねとは思うけど、まあそこら辺は任せるけど、まあ、8番ちょっとごめんなさい、言ってることはちょっと分かんないです。で6番、まあそれぐらいかな。ああ2番がまあ6番を殺したくなる気持ちはわかるかなと思う、正直言って。ただちょっと分かんなかったのは、なんか自分の村を見てくれるかどうか、なんかそういうのはなんか俺なんか逆に自分が村だった時誰が村かどうかなんか分かんねえからさ、その期待はちょっとよく分かんねえなと思うんだよね。村って村
ていうのが分かんないから、だからおかしい点があったら殴られるだろうし、だからなんかそこら辺は若干ちょっと言ってる、なんか6番に期待してるのは分かんはちょっとよく分かんないなと思ったけど、単純に6番2番視点だろうねっていうのが気持ち分かったぐらい、まあそれぐらい、まあ今日さん付けでいいんじゃないですか。1番さんが発言します。なんか俺が真に見られてねえんだけれども、うん、まあ、人を正して道を正せっていう言葉があるぞ。うん、まあ俺的にはね、5番はローで出てと思ってんだよ。7番が一角してる状況でいきなり霊能でバーンってすぐ使用してきて、でこのグレー釣りの流れになってるだろ。うん、俺がもし強人だったら、5番さんが強人だとしたら、占いで出ると思うんだよ。うん。でも、あえて霊能で出て、このグレー釣りの流れも、1、2、1番面だと、グレーに行くんだよ、やっぱり。うん。俺はローだと思うけどね、5番がね。うん。俺は別に釣り切ってもらって構わないよ。うん。そもそも俺は出る意味がないんだよ、強人で、これ霊能って。で、俺別に釣り切られていいんだよ。ただ5番が生き残ったら、これ多分無理だよ。グレー行くんだったら。まあ、グレーでいいんだったら、俺は3番行くよ。5番がかばってたから。釣らないって言ってたから。うん。5、6はないかな。見えないかな。俺はね、5番をね、狼で見てます。7番さん、5番占ってくださいよ。黒出ると思いますよ。ここで使用するかね、霊能で。うん。あの女グレーズになってるもんね、これね。うん。5から言ってほしいけどね。まあ3でいいや。うん。なんか気に食わない。うん。まあ3号が、5番が3番行きたくないってなったら3番行こう。うん。7番さん5番占ってよ。俺は黒出ると思うよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。アンツル流れが多いが、9番はなんで自分占いな。投票を終了しました。追放されるのは3番さんです。3番さんが発言します。まあ一角役職が4番にいたっては1番強靭でおくんやったら2番の対抗優位とか言ってんねんけど、お前優位8番は把握漏れそうって9番は言ってないことを言ってるって話、2周目聞いてみりゃ分からんやろ、そんなもん。6人村かなんかやってんの？ 9 人村やねんけど。君はさ、ゆうばくん戻ったら、名前コロコロ変えて、君。で、発言ゲームやから発言聞かれる。ブロックされたかったら、その態度でいたら、まあ、9番が出現しとって、自分が村だったとき、誰が村か分からんって言ってんねんけど、自分が村だったとき言ってるから、こいつ確定人がやと思ってんねんな。はあ、村として言ってるんやったら失言やから。お前村じゃないんや、今回っていう話になってくるから。はあ、で今に至っては自分の信仰論全然守らん人間。まあ一番に至っては強人じゃない。5番占ってとかなくないか。はい。ああ。どうなんすかね。5番さんは俺はまともやと思うし、6番に立ってもまともじゃない。おかしいことを言ってんのは2番、9番やったんで。
夜になりました。そのままお待ちください。そのままお待ちください。昨夜襲撃されたのは4番さんです。5番さんが発言します。まあ3番釣るのマジかとは思ってましたね。3番釣られた時に7番の結果次第ですかね。現状僕は9番、まあ3番あニクロ、じゃあ2番、2級じゃない、はい、まあ、ニクロ行って、まあ、相方探しのゲームですね。まあ僕はその2番の6番のあれが、まあ、村予想感情かなって思っちゃったのはまあバッチリでしたね。言って誰でも言えることではあったから、まあ、ちょっと過敏に反応しすぎたのかな。まあ9、まあ、3番が言ってたけど、まあ、割と僕はだから昨日9番に行きたかったのはその理由なんです。自分が村だったら村にみたいな。自分村でしょ村じゃないの、自分村だよね、まあ、主張するよね、まあ、割とそうかなって思ってたんですけどね僕も。まあ、一応2番釣って、まあ、6強の689の発言とか、2番釣った後の689の発言があるから、まあ、それ聞いてから一応考えはするけど、そこがめちゃめちゃ引っかかってる。まあ、6はしないようにする。まあ、1番の発言聞いて、1番が絶対に強靭だっていうのは多分みんな分かってくれてると思ってるから、で、まあ、2番釣って、で689、まあ一応9の発言がなかったとしてちょっと感、まあ、まあ割とかかっているんよな、まあ、68は6、まあ6が言いたかったのは理解したよ昨日6番の説明でね、はい、6が言いたかったのは理解しました。で8番は、うん、8番か、8番はちょっと難しい。でも 9番のそれに引っかかってるから引きずられるから、ちょっと一回頭冷静にして考えます。はい、冷静にします。2番取ります。6番さんが発言します。はい、俺の発言が来ました。6、3やったんで、自分は、釣られたら村が困るので、単純に3番に行ったんやけど、2番が来る、だから2番やって、もうだって2番言うこと聞くって言ったやん、近くしたらもう全然違うこと言っとったやん。はい、2番黒で2番落として、8球の、どちらかって思っとったんやけど、8番さんが、話せることがなんかよう分からんのよね俺。で9番さんは、自分が村がどうなこうなって言ってたけど、村人だったら言うのかなーって、まあ、まあ3番さんも指摘しとったけど、うん、なんか黒要素で言ったら9番さんの方が若干高いかなと思うから2級かなって今のとこ見てる、うん、8番さんは、うん、ちょっとわからない感じかな。2番つって、うん、で、8級の話を聞いてきたいと思ってる。7番さんが発言します。まあなんか2八だと思うけどな、2番黒出たら。まあなんか俺はね、最終日9番1で決めてほしいかなと思ってて、ほぼ2八かなって思ってるけどな。まあなんか28時点で26って感じかな。なんかさ、なんか3番ちょっと不当じゃないの推理で、なんか、まあ、9番目線ってさ、なんか助ける手段は持たないんだよね。
3番を固定した場合、2番をなんか助ける手段を持たないから、1、1陣形で。2番に奇襲をさせるんだったらいいけども、3番釣れなくなっちゃうわけじゃんね。はい、まあなんか、まあ、2番がね、まあ、騎士自称できないけど、騎士用して騎士破り出してライン切りするんだったら、26は強いことやってるな、とは思うけど、でもそれ以上になんかさ、3、5、6で徒党組んでるのがすごい、8番の目線ってさ、もう2の黒見えてないの人。そう見えるのかな、8目線でさ、正体 X のさ、2、3、5、6並べてみてさ、なんか三者三様なのよ。別にみんなが2に向かってるわけじゃなくて、お互い評価してたりとか、3が2怪しいって言ってたりとか、6が2のことをね、飛躍だからって、なんかベクトルの向き方が違うから、そもそも徒党組んでるようには見えるわけないんだよな、8番って。だから2の黒見えてそうなの8だけどなって思ってる。なんかこれ独裁していい、これ独裁してよかったら、もう今日8釣りで8村だったら負けの進行を取るけど、なんか6が9入れそうだし、9番さんどうする？まあ、9番さんが今日8釣りたいって言うんだったら8に投票するよ、これ。あなたの発言です。呆れ返ってるよ。ミクロ見えてて、いい加減しろ、まずよ。本当にムカついてくるわ。煮釣りだろ、まずよ。舐めてんじゃねえ、てめえ、まずよ。ニクロメートル何が8だよ、まずよ。生産もできねえらし、黙ってろ、まず。センスねえだろ、2.9 だ。今日、2番行く。終わんなかったら5番とかも視野に入れなきゃいけない。ただ、2番が6番と、あれほど言ってるのに、3、6のランで6行ってないのが一つ気がかり。9番はなんで自分占い言ってんの？いらねえだろ、自分占い、まずよ。舐めてんじゃねえってレベルだぞ。なんで自分占いさせんだよ。自分視点なら、意外にしろ、村だったら、まずよ。平和村で自分占いなんか言うな、まず。謝罪しろ、まず。あと、何？ 7 番がこの状態で7番に食ってかかる。もうやめろ、まずよ。盤面的に7番死んだら、まずよ。7番死んでもうくだるべえこと言うな、まず。俺して7番に文句言ってもいいんだよ。急して7番に文句言ってことは何考えてなるということなんだよ。黙れ、まず。そのな、態度を改めろ、まず。だから、気になるのは2番が謎にグレーからイコールするんだよ。相方がいるはずなんだよ。相方がいるはずなんだよ。でも、グレーいけんの？近況だったら。2-5 だから、簡単にグレーいけるってこともあるんだよ。で、3-6で6番に投票していないのもある。あと9番がマジで黒すぎるっていう。うん。もう、黒のオンパレードみたいな発言してる。7の真のはずなのに7に食ってかかる。自分占ってくれ。プレイスタイルをまず改めろ、まず。次の試合から。うん。2番いきます。まあ、9番が8って言ったらもう2球追われるだけだから、黙って2番って言いなさいよ。全員で2番いきましょう。その時に1号の審議もつきますよ。2番に行かなかったものを俺はもう絶対に釣りますから、もう。例のはもう2番に行くこと。だから、6も多分行ってくれるから多分大丈夫だよ。9番さんが発言します。ですね、あなたが、まあ、村か人会か知んないですけど、ボケ吐くのは確定ですけど、じゃあ、例えば、俺が言ったことって、どこに暴言あったの？ではない。3番のは暴言で、俺のは暴言じゃないぞ。そもそも2番占いを否定させたことに来る要素を言ってくださいよ。僕、例えで僕のこと言ってるんですよ。例えば8番、言ったじゃないですか、8番さん、9番殴られてる。じゃあ7番視点で、まあ、3-6を、まあ、取り切る、1番強靭と確定して、3-6を取り切るという過程でおいたら、じゃあ弱い、嫌なった方がいいんじゃないですかって話をしてるだけなんですよ。そもそも3-6をオートで取り切る流れだとしたねって話をしてるだけなんです。で、まあ、なんか、僕の言葉の上げ足取りしてますけど、例えばの話なんですよ、さっきから言ってることって。今回村だから僕は分からないですって言っても信用がないじゃないですか。じゃあ、あなたたち、まあ自分もそうですけど、今までゲームやってきて、村のカードを引いたとき、その人が村かどうかなんか分かるわけないんですよ。分かったら勝てるんです、すぐ。人狼ゲームって。そんな楽じゃないからこそ、2番塗ってる、なんか、村を感じ取って、捨ててるのかっていうのが、そもそもお門違いだよねって言ってるんですよ。まあ、なんか6番とか8番とかなんか言ってますけど、それだったら、じゃあ僕が2番の占い外させたことに来る要素、一言でも言ってみたらどうですか？
まあ、ちなみに言うと、8番。まあ、なんか、6番が2番にやった、まあ、7番に6番と2番がや、なんか、ツルツルって言ってるのちょっとよく分かんなかったっすよね。そもそも6番の2釣りに釣りたいっていうのは無駄釣りなんで、そもそも2って釣れない位置なんで、2、6はあると思いますけど、多分なんか、そもそも僕のクレ要素も言えねえのに、なんか意味分からずに喧嘩売ってる8番とか、発狂してる8番とか、いるんで、8番釣ってもいいかなと思います。1番さんが発言します。何やってんだよ。もう8男だね。うん、自分の魂叫んだね。これだよ、うん、今日釣ります。絶対釣ります。まあ、9浪じゃないかな。肉の見えて8番行くって言ったやつなんか死んだわけねえだろ。まずだって肉の見えて釣られろ。まず肉の見えて、うん、で 2番釣りますよ。8でいいんじゃないですか。小判さんも釣られろ。まず許されねえから、まずその発言もしてるから。でも結局、まあ、グレーかってなってるけど、まあ、英語にはちょっと見えないかな。9番、強靭とかもすぐにグレーの流れに行くでしょう。もしかすれば。って考えると、9番が、ちょっと、ヘイトをばらまいてんなっていう。6人の可能性もあるんだったら、ここは8釣りじゃないでしょ。だってもう、PP 起きるよ、そんなやったら。もし8番、村だったら。勝ちに行ってないんだよ、この子は。確実に勝ちに行くんだよ。まあ、2番なんだよ、絶対に。うん。俺は9番だと思うな。6はないね。6は村だと思うよ。うん。確かに6番さんが2番さんにね、前日言ってたことも、なかなか狼同士であれはないでしょ。うん、言ってることが違うんですよって。なかなか結構ね、もう釣られる可能性のある言葉だからね。ライン切りとしては強すぎるよ。うん。ここで8釣りはないでしょ、9番。うん、2番釣りでしょ。2級ロールにしか見えないけどね。うん、で、8番白で、で、6番さんに今度ヘイト持ってくるでしょ。26はあるかもしれないね、釣ってるけど。自分だろ、狼。9番。なんで7番、9番、お城見てんだ？2番さんが発言します。僕、単性人狼、あまりやったことがないんですけど、石角から黒もらったときに、何を話せばいいんですかね。自首するか、もう、なんか話したら。歌でも歌いましょうか。いや、僕カラオケが苦手なんで、ちょっと歌は歌えないんですけど、何を話せばいいんだろう。わかんないです。自首しろよ、まずよ。客から手が取れて。困っちゃったな。はい。どうしようかな。まあ、この、なんか、なんていう、どうなんでしょうね。ちょっと、振り返ってみるんですけど、ちょっと、3番さん、まあ、なんでしょうね。初日、僕、初日、この人、釣ったら面白いだろうなっていう感じでプレイしてるんですけど、3番さん釣れたら嬉しいなと思いながら2周目話しましたけど、はい。まあ、3番さんが釣られてよかったなと思いました。一番白かったっていうか、一番、まあ、考察が伸びてた、上手な方だな、プレイスキルが高い方だなと思いながら、はい、聞いてましたけど。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは2番さんです。2番さんが発言します。遺言と発言ね、
240秒も俺こんな長身のない話しないといけないのはちょっと辛いんで、お先にはいいだろう、させていただきます。お疲れ様でした。頑張ってください。残りの狼さん、まあ、多分勝てると思います。以上です。夜になりました。そのままお待ちください。そのままお待ちください。本当に占い師が本当に役立たずって言葉、本当に3番じゃないけど、3番ただ暴言がひどいって、2番もさっき暴言言ったよね。早く切ったらいいだろ、まず。これ急ずり。その後、5、6審議します。9番はもう投票、2番にしなかった時点で狂人、おは人狼あるんで、狂人だったら5番行くし。まあ、基本的に9番だけが冷静さつけてないんですよ。2、6もあるじゃないですか。でもそこ切ったってことですか？5番がローが見えてて5番に触れたくなかったんですか？ 9 番強靭だから。うん。あの時点でもう8番に投じた時点で急ずり確定です。5番、6番にローがいた場合は知りません。6が行ったら逃げられます。9番がもう落ち度を作ったんで、全員でまあ急ずりです、今日は。ニクロ見えていかないのはありえないんですよ。もう、9番すらなきゃならないレベルで、これで6行くことがおかしい、行動がおかしかったんでしょ？あなた、7級がもし村だったらもうやめた方がいい。7は占い師だけど。自分は叩かれたら全員が怪しい。7の発言言わせてもらえばおかしな発言。3番は2番のことを役だとは言ってないのに勝手に解釈して自己満の精査して自分を叩いたら、叩いてはいないけど、そんな話してないのに何拡大解釈してんだよ。7番の発言は0点だったわ。こんな占い師がいるから負けるんだと思うわ。今日は急ずり。この後に5、6審議します。まあもう6ローだったら負けです。はい。ただし9番がもう落ち度を作ったんで。村だったら反省しろ、まずよ。昨日2ずりだろ、確定だよ。精査も落とさねえで8番でいいですなんて言えねえだろ、まずまたまともな村がよ。9ずり！9番さんが発言します。まあ僕、精査はしてましたけどね。とりあえず、6番2番ってありそうだよね、と言ってましたけど。なんか、8番とか、なんか9だろう。要は、あなた方視点がそもそも、なんか僕の、要は、言えてなかったわけじゃないですか。自分占いがおかしい。いや、自分占いじゃなくて、2番の占いを外したことが黒いって、何も、誰も言えてないのに、僕をつるっつってる君らに対して、多分8番村で2番6番狼なんだろうけども、多分8番から票もらって多分最終日負けるんだろうなと思ってたんで、まあ8番釣って、まあどうせ負けるんだったら8番さんちょっと気に食わないんで釣りたいなと思っただけですよ。なんか自分が村だ、あ、なんかその自分が村だからこれ村行動だろ、村リー村だろう、これを自分を村見ないのはおかしいみたいなこと言ってますけど、まあだから、ゲーム引退したら、あなたが9番がやってることは嵐と一緒ですよ。何を未来見てんですか？今を見ろよ。2番釣るしかねえだろ、まず。でしょ？言い訳してんじゃねえよ。なんで2番釣らねえんだよ。分かってないわけじゃないですか。そもそも僕の信用がない、あなた視点に信用がないからでしょ？だから分かんないんですよ。まあいいですけど。まあ、まあ僕はそれを終始言ってるだけだし、まあ、ちなみに6番と2番で、そもそも6番の2番の誘導とかは、なんか違和感ありありでライン切りに見たよっていう話をしてますよ、僕は。まあいいですけど、別に、じゃあ僕が映って負けてくださいよ。はい。ああ、まあいいや。まあどっちにしろ負けると思ってたしね、なんか8番人の話聞かなさそうだし、なんか村なんだろうけど。あ、じゃあバイバイ。
1番さんが発言します。なるほど、難しいな。もう心霊のだから、五郎だとしてもここでグレーで強靭を釣れば勝てるってことか。6? 6か ?8 はないね。村だね。9でいいんだよ、このゲーム。試合を落とそうか落とす前に強靭があるから。9釣って、まあ、こいつが村なら負けでいいレベルで、むしろ9釣らないで負ける方が大問題の案件だから、これは。8は村だね。マジで村拾えないから、もう。ガチでから、6行く？行こっか。もう分かんねえけど。9釣って負けるべきだから。もう6釣って負けるより9釣って負けるべきだから。なんとなく6かな。味付け多いし。しょっぱいし。ライン切りね。2番ロー、9番強靭まであるから9。26だったら6釣れなかった村が弱かった、ね、6いっちゃおうか。9番さんもいいよな。12だから3釣ったとも取れるから9でいい。6いこっかんじゃ。8番も6いこう。あるね、26。なんとなく。5番さんが発言します。まあ86じゃなかった、間違った。69の欄にすればじゃ。9番が釣られない未来が見えない。9番が村やったらご愁傷様。まあ9番も諦めてたからね。どうせ最終日俺釣られるんでしょって。なんで諦めてんだよ。勝手に決めてんじゃないよ、最終日のこと。さすがに村で8番村で精査をして白くなったら釣られないでしょ。なんで2番釣るじゃなくて8番絶対釣れません。26のやり26は見えてます。だから私は釣りませんが、なんで言えねえの、まず。8でいいでしょってやつをどう村で見るのか説明しろよ。ただの嵐だろ、まず。もしかしたら1番が裏。これはもう9番が落ち度作ってるから、もう反省しないといけないレベル、村だったら。グレー釣り番目になるか。本当にマジで反省、全部のプレイが。7番シーンで見えてない。じゃない可能性がある場面か。占ってくれという。で、2番叩きは。で、国は出てないでしょ。2番釣らない。普通に考えたら。強靭ならいいんだけど。これ以外ならもう9番が悪い。グレー釣り場面。落ち度作ってるプレイだから9番釣り。少なくとも26は、役職を使用をする作戦じゃなかったとして、ほぼグレー釣り場面になる場面で。そんなわけないでしょ、さすがに。そこを見てる1番とか9番とか、まあ変だってことは気づいてほしいかな。まあ6、9の欄で、まあ8番には取り外さないし、さすがに。はい。以上。6番さんが発言します。はい、8番はないでしょう。9番行って終わりです。黒すぎて言葉出ないけど、今日は9釣る。アバターをタップして選択できます。6番もあるけど、もう今日は9番釣る。こんなに、自分が負けるかもしれない。なんで2番釣らない。目の前のことが追えないとダメ。未来で負けるかもしれない。負けたらいいじゃん。なんで戦ってる姿見て、それでやられて、必死で戦ってる姿見て、かっこいいって思うだろ、女性陣は。何考えてんの、これ。いやー、信じらんない。試合終了。